皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。論文解説チャンネルの滝目でございます。今回は外食の恐怖、外食をするべきではない理由トップ3と題しまして、科学的になぜ外食をするべきではないのかということについて解説させていただきたいと思うんです。もちろんね、誤解しないでいただきたいのは、ここで全ての外食を否定しているわけではないということでございます。中にはきちんとお客さんのことを考え、良質な食材を使っていたり、良質な油や塩といった調味料を使っているお店だってあるでしょう。しかしそのような優良店は自分から積極的に探しに行かないとなかなか見つかることはないでしょう。皆さんは外食をするときにどのような店で食事をしているでしょうか。少し思い返してみてほしいです。俺は会社の残業終わりにもう疲れちゃって何もする気力が起きないから、安い牛丼屋とかチェーン店のレストランで食事を済ませているよという人もいれば、さすがに安い牛丼屋とか安いファミレスなどは体に悪そうだからもう少しまともなものを食べようとして定食屋に通っているよという人もいるでしょう。多くの人があまり考えずに気軽な感じで外食を楽しんでいると思うんですが、外食産業がどのような構造で成り立っているのか、そして外食でどんなものが使われているのかということを知らなければ、知らず知らずのうちにとんでもなく体に悪いものを食べてしまっていたという事態になりかねません。皆さんもちょっと疑問に思いませんか？一杯300円もしない牛丼は様々なところから材料を仕入れて、人件費をかけて店員を雇って、家賃を払って店舗を構えて、光熱費を払って広告費をかけて、その上で私たちの元に提供されているんです。そう考えるとちょっとあまりにも安いなという気がしませんか？飲食店経営において原価率の目安は 30% を基準とするのが基本だそうです。そして大手のチェーン店などではもっと低いと言われています。ということはですよ、一杯300円の牛丼はたとえ原価率を多めに見て 30% だとしても90円で作られているということになります。どうですか、牛肉ですよ。あまりにも安すぎると思いませんか？もちろんメニューによって原価率は異なるそうですから一概には言えないんですが、基本的には 30% を切るそうです。飲食店はボランティアでやっているわけではありません。飲食店を継続的に経営していくにはちゃんと利益を残さなければ周りに負けて潰れてしまいますよね。特に外食産業は競争が激しいと言われておりますから、利益を残すことに躍起になっている経営者も多いことでしょう。というか利益を残すことに躍起にならないような経営者は生き残ることができないということが言えるでしょう。そうなってくると原価率はできるだけ抑えたい。それでは原価率を抑えるにはどうすればよいのか。それは簡単、安い材料を使えばよいんです。一杯90円で作れる牛丼がどれほど安い材料で作られているのかということが少し想像してみればわかるかと思います。ファストフードやコンビニの弁当類を含む外食産業で提供されているものは基本的に体に悪いものばかりであると言わざるを得ません。例えば多くのチェーン店の調理場では料理など行われていないそうです。工場で劣悪な材料を使って大量生産されたものが各店舗に運ばれてきて、それを料理も何もできないただのアルバイトが温めて盛り付けるだけだそうです。そんなものをあなたは食べたいと思うでしょうか？ましてやあなたの大切な人に食べてほしいと思うでしょうか？さて少し重要な問題提起をして前置きが長くなりましたが、早速外食をするべきではない理由トップ3について一緒に見ていこうではありませんか。それでは本日のお品書きは次の通りです。1限で外食をするべきでない理由1、自分が何を食べているのかが把握できないということ。2限で外食をするべきではない理由第2、家族と一緒に食事をするメリットが失われるということ。3限で
外食をするべきではない理由3位、経済的ではないということをお伝えしていきたいと思います。それでは早速一元の第1位、自分が何を食べているのかが把握できないから解説をスタートしていきたいと思います。さてこれはね、とても深刻な問題なんです。特にこのチャンネルを見てくださっているような健康リテラシーの高い皆様は、私たちが何を食べるかによって私たちの健康が大きく左右されてしまうということはすでにご存知だと思うんです。皆さんは食べ物をただの食べ物だと思っていないでしょうか？違うんです。食べ物はただのエネルギー源ではなくて情報なんです。食べ物の一つ一つには体のあらゆる生理機能に影響を与える指示が含まれているんです。私たちの体は食べ物から情報を受け取って、その結果どのような遺伝子を発現させるのか、どのようなホルモンを分泌させるのかといったことを決めるんです。そして食べ物は私たちの免疫とか腸内細菌とか代謝など様々なものに幅広く影響を与えるんです。高校で生物を勉強していましたとか、少し医学や体の仕組みについて勉強したことがありますといった人は、私たちの体が本当にね、いかに様々な複雑なシステムの上に成り立っているのかということをすでにご存知かと思うんです。例えば遺伝子、ホルモン、代謝など様々な複雑なシステムの上で成り立っているのかということを知っているかと思うんです。そしてそのような複雑なシステムに最も大きな影響を与えるものが食べ物でございます。私たちが何か食べ物を口に運ぶたびに、それは私たちの遺伝子、ホルモン、免疫系、脳内化学物質、腸内フローラなどに大きな大きな影響を与えるんです。腸内フローラを傷つけるような食べ物ばかりを食べていると腸内環境が悪化し、様々な不調が現れますよね。これは非常に分かりやすいです。しかし目に見えない遺伝子などにも食べ物は影響を及ぼしているんです。食べ物は遺伝子のオンオフにも影響を与えています。例えば体の炎症を引き起こす遺伝子だけではなくて、心血管疾患、一部のがん、認知症、2型糖尿病の発症に関する遺伝子にも食べ物は影響を及ぼしているということが分かっているんです。炎症を引き起こすような食べ物は炎症を引き起こす遺伝子のスイッチをオンにします。その結果炎症が引き起こされるということなんです。まあね、この辺は詳しく突っ込んで話すとひたすら難しいだけの内容になってしまいますから、この辺でやめておきますが、とにかく食べ物というのは単なる食べ物じゃないんだ、単なるエネルギー源ではないんだ、情報なんだ、体に非常に大きな影響を与える情報なんだということをぜひぜひ知っておいてほしいと思うんです。そして今言ったようなことを本心から理解できているのであれば、適当な食べ物なんて食べようとは思わないはずなんです。私たちが何を食べるのか、どんな炭水化物を選択するのか、どんな油を摂取し、どんなタンパク質を口にするのか、その一つ一つに体というのは反応するんです。だからこそちゃんと自分の体をうまく働かせたいとか、頭をいつもキレキレなクリーンの状態に保ちたいとか、いつも高いパフォーマンスを発揮したいと願うのならば、クリーンな食べ物やクリーンなエネルギーを私たちの体にちゃんと注入してあげるということが絶対に必要になってくるわけなんです。しかしですよ、外食をしてしまうとこれが難しくなってしまうというわけなんです。自炊をしていればですよ、自分が何を食べたのかっていうのはちゃんと分かっていますよね。自分がどの油を使ってどの調味料を使ったか、どんな材料を使ったか、全て自分で作ったんだから全部把握できているわけじゃないですか。しかしですよ、外食だとこれが何一つ分かりません。目の前に出された一見美味しそうな野菜炒めがどこ産の野菜を使っているのか、そしてこの野菜炒めはどんな油を使って炒められているのか、そしてどんな食品添加物が使われているのか、何一つ僕らはわからないんです。目の前に出された野菜炒めが管理基準が日本よりもはるかに緩い中国産の野菜で作られていたら嫌ですよね。体内に炎症を引き起こしてしまうような安価な油で炒められていたら嫌ですよね。さらに美味しくするために化学調味料をたっぷりと加えられていたら
嫌ですよね。さらには何気なく頼んだその揚げ物もトランス脂肪酸まみれでございます。皆さんはトランス脂肪酸がめちゃめちゃ体に悪いということは絶対に知っていると思うんですが、外食の揚げ物はトランス脂肪酸にまみれているんです。使いすぎて劣化してしまった質の悪い油をずっと使い続け、さらにその悪い油がいよいよ使い物にならなくなってきたら、ショートニングというトランス脂肪酸まみれのものをたっぷりと投入して再び使えるように戻したりしているんです。よく外食で揚げ物を食べたり、スーパーの惣菜の揚げ物を食べると胃がもたれたりとか、なんだかムカムカするといった人がいますが、トランス脂肪酸まみれのものを食べているんだからそりゃそうでしょといった感じでございます。そしてよく指摘されているのが、外食をしてしまうと塩分を取りすぎてしまうということでございます。そしてコストを安く抑えないと生き残っていけない外食産業がわざわざ質の良い塩を使っているとは到底思えません。そんなことをしていたら他の店に負けてそのお店は潰れてしまい存在していないからです。ただし繰り返しますがね、本当に食材などに気を使っているお店もあります。そういうところならば本物の食材を使っていると思います。ただし少々お値段が高い場合がしばしばあります。まあそれはそうでしょう。他の店よりもいい食材を使って手間暇かけてしっかりと作っているわけですから。しかし大抵安いチェーン店などは本物の塩ではなくて、安くて工業的に大量に作られた塩化ナトリウムというものを使用しているはずでございます。塩分を取りすぎると高血圧になっちゃうから塩分を控えなさいと私たちはよく言われているわけなんですが、この議論が少し問題なのは塩分の種類をあまり区別していないことであると言われています。海のミネラルを豊富に含んだ本物の塩は高血圧には関係なく、もはや塩とは言えない塩化ナトリウムを取ってしまうから高血圧になるんだと主張する医師も多くいるようです。しかし調べてみれば分かりますが、海のミネラルが豊富に含まれた塩は当然ですが、工業的に大量生産されて作られている塩化ナトリウムに比べて作るのに手間暇がかかります。ですからその分値段も当然高くなります。世間では本物の塩も塩化ナトリウムも同じように塩分だと呼ばれていて、どちらを使ったってぶっちゃけ客にはわからない。そして塩化ナトリウムの方が圧倒的に安い。このような選択を迫られた時に、あなたが飲食店を経営していたらどちらの塩分を使おうとするでしょうか。さて今あなたが飲食店を経営しているとして、高くて質のいい塩分と安くて質の悪い塩分があったら、あなたはどちらを使いますかと問いかけました。これは実は塩分に限らず全ての食材に当てはまる質問でございます。同じ500円の野菜炒めを作るときに、高い国産の野菜と安い中国産の野菜、あなたはどちらを使うでしょうか。そしてその野菜炒めを作るときに使うのは高くて体にいい油でしょうか、それとも安くて体に悪い油でしょうか。別にね、ここで飲食店経営者が質の悪い食材を使っている悪い人だと言いたいわけじゃないんです。問題は私たち消費者にもあるんです。私たちが安くて美味しいものを食べたいと思って、実際そのような店に足を運んでいるから、飲食店側も私たちのニーズに合わせて安くて美味しいものを提供する必要があるんです。そして安くて美味しいものを提供するには、質の悪い食材を使ったり、さまざまな食品添加物を使ったりして味をごまかしたりということをする必要があるということなんです。実は私たち消費者にも責任があったんです。それでは一件の内容をまとめておきたいと思います。ポイント1、食べ物はただのエネルギー源ではなくて情報である。食べ物の一つ一つには体のあらゆる生理機能に影響を与える指示が含まれている。私たちの体は食べ物から情報を受け取り、どのような遺伝子を発現させるのか、どのようなホルモンを分泌させるのかといったことを決めるので、食べ物は私たちの免疫、腸内細菌、代謝など様々なものに幅広く影響を与える。
ポイント2、外食をするべきでない理由の1位は、自分が何を食べているのかが把握できないからである。そして大抵外食で使われているものは劣悪な食材である。安くて美味しい食べ物を消費者が求めているから、店側もそのニーズを満たすために質の悪い食材や食品添加物などを使って安くて美味しいものを提供しようとしている。それでは次2件で、外食をするべきではない理由2位の、家族と一緒に食事をするメリットが失われるということを解説していきたいと思います。さて、外食をすべきでない理由として本日一番強調したかったのは、やはり1位のね、自分が何を食べているのかが把握できないということでございます。これさえ理解していただければ、今回の動画は価値があったのではないかと思いますので、2位以降はサクサクと解説していきましょう。さて、皆さんは家族と一緒に今食事をしておりますか？実は何を食べるのかということに加えて、誰と一緒に食事をするのかということも私たちにとってとても大切であるということが分かっているんです。ですから、外食で適当に食事を済ませるんじゃなくて、やはり家族と一緒にきちんと食卓を囲むということを検討してほしいと思うんです。テレビなどをオフにして食べ物を介してね、家族とつながることは家族全員の心身の健康を改善することができるということが研究によって分かっているんです。簡単に言っちゃうと、家族で食卓を囲むことは健康に良いということでございます。そしてそのメリットは子供がいる場合は特に大きくなります。10代の若者は家族と一緒に食事をした場合、より質の高い食事をとることができるということが分かっているんです。研究によると、家族と一緒に食事をした10代の若者は果物や野菜を多く消費し、ファストフードや甘い飲み物をあまり消費しなかったということが分かっているんです。まあこれはね、かなり納得できる話ではないでしょうか。子供と一緒に食卓を囲んでいないと、子供はコンビニとか牛丼屋とか、そういったあまり体によろしくないものをたくさん食べてしまいそうですよね。逆にちゃんと子供と一緒に食卓を囲んでいると、子供は野菜とか果物といった体に良いものを食べる確率が上がりそうですよね。特に成長期の子供なんかは何を食べるのかということが非常に重要になってきますから、子供がいるご家庭はきちんと子供と一緒に食卓を囲むというのがやはり良いのではないでしょうか。専門家によると、子供と一緒に食事をすることは最強の子育てハックだそうです。その他にも子供のコミュニケーション能力が上がったり、子供が肥満になってしまう確率が下がったり、子供の自尊心が高まったりと、様々なメリットが報告されておりますので、ぜひ子供と一緒に食事をとるようにしてあげてほしいと思うんです。そして最初の方に申し上げた通り、子供だけではなく食卓を囲んでいる全員がより健康的になれるというメリットを享受することができるんです。それではこの辺で2件の内容をまとめておきたいと思います。ポイント1、テレビなどをオフにして家族で食卓を囲むことで家族全員の心身の健康を改善することができる。ポイント2、特に子供がいる場合は家族で食卓を囲むと子供はより質の高い食事をとることができ、コミュニケーション能力が上がったり、肥満になってしまう確率が下がったり、子供の自尊心が高まったりといった多くのメリットがある。それでは次ラスト3件で、外食をするべきではない理由の3位、経済的ではないということを解説させていただきたいと思います。さて、まあ当たり前のことを言いますが、外食は経済的ではありませんよね。先ほども言った通りで、外食の原価率は基本的にはせいぜい 30% でございます。その他は人件費とか広告宣伝費、家賃、水道光熱費などに使われているわけなんです。飲食店を運営するにはそういったところにもお金を使わなくてはいけませんから、当然外食は家で作るよりも全然割高なわけです。さらにはちゃんと自炊をして、2限で言ったように家族全員で食卓を囲むことができれば、家族全員分の食費がそれぞれが外食するよりも圧倒的に安くなりますから、とても経済的であると言えるでしょう。家族全員がね、別々に外食していたのをみんなで食卓を囲むように変更すれば、かなりのお金が浮くと思います。さらには臨床栄養学の研究によると、自分で料理をする人はそうでない人よりも
ポジティブな感情を持ち、ネガティブな感情が減り、そして心配事が少なくなるということも分かっておりますから、自分でちゃんと料理をするということはメンタルの健康にとっても、肉体の健康にとっても、そしてお財布の健康にとっても良いと言えるでしょう。それでは本日のハイライトに参りましょうか。本日は外食をするべきではない理由トップ3を紹介してきました。一元では1位の自分が何を食べているのかが把握できないということを解説し、二元では2位の家族と一緒に食事をするメリットが失われてしまうということ、三元では3位の経済的ではないということを解説させていただきました。さていかがでしたでしょうか皆様。本日は外食が体に悪いんだよという話に始まって、それは安くで美味しいものを求めている私たちのニーズからも生まれているんだということまで解説させてもらいました。そして逆にあなたが飲食店を経営する立場になった時にどのような行動を取るのかを考えることによって生き残るために劣悪な食材を使わざるを得ないということも説明してきました。しかし繰り返しますが、全ての外食を否定しているわけではありませんから、そこは注意してください。きちんと健康的な料理を提供しているお店だってあるでしょう。最近は健康意識が高まっている人が増えていることから、オーガニックな食材を使ったレストランなどもありますし、採れたての野菜がふんだんに食べられる農家直営のお店もあるようです。私も以前外食をしていた時はよくこのようなお店にお世話になっておりました。そしてね、外食が体に悪いからといって外食を 100% やめるべきであるなんていうつもりもありません。仕事で疲れてどうしてももう何もかもやる気がしないなんていう日は、仕事帰りにフラフラと外食してしまうことだってあるでしょう。または友達と一緒に外食することだってあるでしょう。しかしそれでもいいと思うんです。何事もね、やはり 100% を追い求めるというのは長続きしませんし、少なくとも外食があまり体によろしくないんだということを知った上で外食する分にはそれは自分の選択ですから、誰かにケチをつけられるものでもないと思うんです。問題は今まで何も知らずに外食をしていた場合です。今日の内容を聞いてどのような行動を取るかは人それぞれだと思いますが、とりあえず本日の内容はぜひとも知っていただきたいと思い動画を作成してみました。本日は以上になります。この動画が良かったよという人は私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。また本要約チャンネル、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルも頑張って更新しておりますので、興味のある方は概要欄のリンクから他のチャンネルにも訪れていただけるととても嬉しく思います。ではまた次の動画で皆様と一緒に学習できることを楽しみにしておりますよ。また次の動画でお会いすることにしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。